任天堂64ビットゲームマシンがついに姿を現した。これが最新のファミコン任天堂64だ。もちろん電源を入れたらすぐに遊ぶことができる。新しいソフトを生み出すために常に新しいコントローラーを作り出してきた任天堂は、 3D ゲームのための最新コントローラーを完成させた。これがこのコントローラー最大の目玉、サンディースティックだ。このスティックを動かせば新しい3次元の世界を思い通りに動き回ることができる。今までになかったアクションも自由自在だ。親指でグリグリと動かすと画面の中のキャラクターもグリグリと動く。広い空間を飛んだりする気持ちよさもこのサンディースティックのおかげで存分に楽しめるようになった。マリオが繰り広げる多彩なアクションは君の微妙なスティックさばきにかかっている。失礼。もう一つ3次元の操作に欠かせないのが視点の操作。この C ボタンユニットがあればプレイヤーがいろいろな方向を見回したり、自分の姿をいろんな位置から眺めたりできる。これが自分のデータを外に持ち出し友達と遊ぶことができるコントローラーパック。もちろんコントローラーには従来と同じボタンもある。そして Z トリガーボタンも加わった。コントローラーの握り方は3種類。ライトポジション、レフトポジション、そしてファミコンポジションだ。本体には4台のコントローラーが接続可能。カラーバリエーションも広がった。3次元の空間に広がり始めたゲームの世界。徹底的に新しい遊びを考えた末に完成したコントローラー、任天堂64。21世紀のエンターテイメントがここに生まれる。